東京湾ボートシーバスのような話ですが、ランカーサイズは夜じゃないと釣れないから夜の出船にしてくれと頼まれて夜に出船しました。自分自身、暗い中で釣りには慣れてなくて自分の、服にルアーを引っ掛けたりしてました。それを見た船長が、嫌味な口調で文句言われました。客商売してるのに客に対して態度が悪すぎる。東京湾ボートシーバスのガイド変えようと思います。はい、変えた方がいいです。客商売だと思ってないんです。それ釣らしてやってんだよっていうね。それはボート屋さんのそれ船長変えた方がいいと思いますよ。はい、俺が乗っかってるとこはちゃんと客商売。はい、ジム、いろんな船に乗っていると思いますけど、関東でお気に入りの船宿さん、関東でお気に入りの船ヤードさん、あんまり関東であんまやらないからね。まあ、船って言えばね、日本全国津々浦々、昨日も船に乗っかってましたけどね、船のね、船長をやってる方々、ぜひ一度ね、平塚の船に乗ってほしい。これがサービス業だっていうのがね、多分わかると思いますよ。こうやってやるのかっていうのがね、すごくこの辺が、きちっとできてるのが平塚の船、どこの船屋さん乗っかっても大丈夫です。やっぱりね、こう隣同士でやってるところなんで、やっぱ結局一軒ポツンってやってるところって結局サービスが成り立ってないんですよ。まあそういうのがね、何軒かでこう一緒にやってるところっていうのはどこもそのサービスが非常に良くなってくる。まあ本当はね、漁師上がりの特に船長さん見てる、ね、でサービス業なのこれね。はい、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。